サッカー部の先輩が、好きなんです。だから、ラブレターを。ええ、私が責任を持ってあなたのラブレター代筆しますよ。津田先生はこう見えてもラブレターのゴーストライターとしては超一流なんです。不思議とそのラブレターを見たり聞いたりすると相手のことが好きになっちゃう。はい、捨てます。不思議でしょ、こんな頭なのに。こんな頭って。素敵すぎるんです私には。ああ違う、なんでわかんない。パッションだよ、パッション、パッションとパッション、ウェブのにバーッと。わかります、パッションがバーって。いや違う違う、パッションバーってならない。わかりました、とりあえず書いてみましょう。突然のお手紙申し訳あります。ちょ、はいはい、先生、はい、聞いてました。はい、普通じゃないですか。ダメです。それじゃあ、パッションサプライズでごめんなさい。私のハートビートがサンダーのようにダダダダンと。わお、パッションだよ。ラブウェーブがパッションだよ。いい感じですか。パッションがダーみたいな。 NO! パッションだよ。 YES! アホか。だから、サトシ君にアヤのこと好きになってもらいたいの。うん、分かった。サトシ君、お元気ですか。私…違います。もっと情熱的に。ああ、情熱的に、情熱的に。何これ。私と一緒に知らない世界を体験してみない？私と一緒にいたい？うん。じゃあ、ちゃんと構ってね。ウサギって寂しいと死んじゃうんだぞ。うん。恥ずかしいっす。愛とか好きとかそういうのはちょっと。そうですか。じゃあ、あまり愛とか好きとかそういう言葉は使わない。いや、すいません。使いましょう。ワン、ツー、スリー、フォー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 。お前のために歌うぜ。スリー、フォー。あい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 、好き好き、愛して愛され愛そうぜ。俺のハートは女からあの人を奪い取ってちょうだい。奥様。世界中の男の子、サインのこと好きになれ。先生、これだけ素敵なラブレター代筆するんだから、やっぱプライベートでも好きな人には書いちゃったりしてるんでしょう。僕はね、書いたことないんですよ。書く資格もないしね。資格？いたんですよ、奥さん。昔。言わなくても分かるだろうって。ちゃんと自分の気持ち伝えなかったんです。大バカ野郎ですよ。だって、もう、伝えることできないんですから。どんなことしたって伝わってるよ。あなたはずっと私にラブレター送ってくれてたじゃない。え、後悔してるんでしょ。で、私に伝えられなかった気持ちをみんなのために書いてる。見たしか参ったな。ごめん、俺言わなくても分かるだろうと思ってて。分かってたよ。
一緒にいられるもんだと思ってたから。思ってたよ。ちゃんと言わなきゃダメだな。今までだってこれからだってずっと。愛してるよ。って恥ずかしいな、だいぶ。お仕事ありましたっけ今日。これは代筆じゃないラブレター、なんてね。空に届くといいですね。じゃあ行くよ。はい。せーの。これでもまだ足りない。転げながら来た道をぽろりはらりと振り返るには早すぎる。忍び忍びながら見る夢は愛し愛されたと誇るつがいの証。恋の言葉には苦すぎるけど愛の意味には近づいてんだよ。あ、先生、飛んでませんけど。うん、なんかごめん。